はい、北野です。今日はですね、フリーランス必見、弊社が月賞3000万稼いでいる LINE を使った配信テクニック5000について話していきたいなというふうに思います。この動画を最後までですね、見ていただくことによりまして、まあ、今フリーランスやっている方、これから起業していきたい方もですね、まあ、この LINE アットの配信っていうのが、まあ、実は売り上げ上げるために非常にやっぱ重要になってくるわけなんですよね。まあ、LINE アットっていうアプリがあるんですけども、まあ、こちらに出てるね、こういうアプリです。まあ、いわゆる普通の LINE とは違って、まあ、いわゆる見込み客リストっていうを集めていくためのツールなんですけども、まあ、LINE アットのね、お友達1リストあたり、だいたい1万円か2万円ぐらいの経済効果、まあ、30リストあると、まあ、30万か50万で、まあ、100リストぐらいお友達が集まると、まあ、100万ぐらいの売り上げになるというぐらいですね、フリーランスが売り上げを安定させていくためには、このマーケティングツールとして、この LINE アット非常にね、まあ、絶対使っていかなきゃいけないということになるんですけども、まあ、今だって LINE 公式アカウントって名前になってますけども、で、そのテクニックを5つ話しますと、で、まず1個目っていうのが、これ短文配信ですね、短文配信。で、具体的に、じゃあ何文字がいいのかって話があるんですよ。で、これはですね、実際人間が文字をですね、1分間に読める平均数っていうのが大体400文字と言われてます。なので、まあ、大体400文字か500文字。で、最近の傾向としてはですね、300文字以下の超短文で送る方が、まあ、反応がね結構高かったりとか、実際返信が来やすいというデータも弊社も出てますので、通常は400文字か500文字で、週に1回ぐらいはですね300文字以下の、まあ、短文の配信やっていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、基本的に LINE の配信はね、まあ、コーチコンサルタントとか、まあ、オンラインのコンテンツ販売している人とかであればですね、基本的にまあ週3から週5ぐらいの配信の頻度がまあ目安ということになります。2つ目、語り口調ということですね。で、これはですね、よく LINE アットの配信を見てもなんかね、やたら長文で送ってくる人だったりとか、やたら難しい言葉を使ってね、読むのもね、読む気も失せてしまうような文章を送ってくる人結構多いですけども、そういうとやっぱ読まれないですね。というよりは、LINE っていうのはそもそもコミュニケーションツールっていうことですよね。なので、LINE アットを使ってお客様の LINE にね、一斉にメッセージを送る。その時に、例えばですよ、今ちょっといいですか？ちょっとこんなブログ書いてみたんだけど、ちょっと見てほしいとかね、皆さんこれどう思います？みたいな。私は例えばじゃあ僕だったら SNS の集客についてこうあるべきだと思うんだけど、皆さんどう思う？とかね。とか、あとは例えばお店とかだったら、例えば今日のお昼ね、ラーメンと餃子のセットこんな感じでやってるよ、みたいなね、これめっちゃ美味しそうじゃない？みたいな感じのフランクな配信ですよ。こういうくらい片栗口調の配信の方が見られるし、むしろファンになるってことになるんですね。なので、お客さんのパーソナルスペースに入り込めるようなコミュニケーションの配信としては、ぜひ語り口調っていうのは意識してほしいなと思います。3つ目、他の媒体に誘導せよということになります。まあ、基本的に私の配信とかもそうですけども、LINE の配信から、まあ、ブログとか、まあ、YouTube とか、もしくは、まあ、ブログ、YouTube なくても、インスタに飛ばすっていう形で読ませるっていう話ですね。で、これ、いわゆるクロスメディア戦略っていう、まあ、話なんですけども、まあ、いわゆるですね、LINE アットの中で、LINE のメッセージだけで完結させるって結構難しくないですか？例えば、300文字から500文字のメッセージの中で、伝えたいことだったりとか、例えば、うちの商品は他の会社と何が違うのか、こういうメリットがありますよとか、お役立ち情報を配信するにしても、やっぱ500文字って無理ですよ。なので、基本的には、興味付けの部分を300から500文字くらいの間で配信をして、その先はね、誘導リンクを貼っておいて、詳しくはこちらみたいな形で、インスタに飛ばしたりするんですね。っていう形で他のメディアに誘導していくことによって、さらにそのインスタグラムの投稿でさらに800文字ぐらいの文章を読ませることもできるし、まあ、誘導先のね、文章とかであれば、ある程度長めでもね、大丈夫なので、基本的にここでしっかりと教育っていうのをしておくことになります。まあ、いわゆる自分の価値であったりとか、自分の商品の価値とか、あとはお客さんが求めているお役立ち情報をしっかりと伝えていくという話ですね。で、ここでやっぱ重要になってくるのが、やっぱ LINE からインスタとか LINE からもし YouTube があるんだったら YouTube とかっていう風に複数のメディアを掛け合わせることによって、まあ、クロスメディアですね、させることによって、LINE の読者さんが YouTube の方もチャンネル登録してくれたとか、 LINE のリストの人たちが Twitter もそのツイート拡散してくれたとか、インスタでいいねをしてくれた、コメントしてくれたっていうことによって、お互いのインスタ、 LINE とか LINE と YouTube とか LINE と Twitter がシームレスに繋がることによって、全ての媒体が、相乗効果でですね、伸びていくという可能性がね、ありますので、まあ、ぜひね、これもやってみるといいでしょう。4つ目、画像もしくは動画とセットで文章を LINE で送るということになります。これはですね、メラビアンの法則といって、まあ、人はですね、見た目が脅威という話がありますけども、大体皆さん視覚情報ですね、55% もの情報っていうのを、これはいい、これは良くないとか、これはなんかいいよねっていうのを判断してるんですよね。で、これのね、視覚に訴えかけるというのはマーケティングをする上で非常に重要で、やっぱ自分で存在やっぱね、覚えてもらわないといけないよねっていうことになるんで、じゃあ LINE の配信だったら、まあ、できるんだったら自分の顔が写ってる写真とか、例えば自分がね、あの家族で今こういうとこ旅行来てますよっていう動画だったりとか、まあ、ほんと10秒くらいムービーでいいんですよ。まあ、ムービーも LINE で送れるし、写真とかも、まあ、自分がね、写ってる写真とか自分の顔がはっきり見える写真を送った方が、やっぱファンになるところですね。で、さらに、この人のこともっと知りたいから、ちょっと LINE 読んでみようかなっていう形でより興味を持ってもらうことができるので、まさに動画と、メッセージとかもしくは画像とメッセージもしくは画像動画メッセージという形でセットでね、まあ、送ってあげるっていうのもいいかなと思います。ただこれもねやりすぎは NG になるので、まあ大体イメージね、週3回投稿し配信してんだったら、まあ3回に1回は画像付きでね送るとかっていう感じで意識してみるといいんじゃないかなというふうに思います。5つ目、質問アンケートを取るというやり方になります。まあ LINE の配信でも結局のところお客さんどういう配信したらいいのって迷うことあると思うんですよね。ってなった時に結局一人よがりの配信って絶対にやっぱり受けないんですよ。じゃなくて例えばダイエットの専門家ですとか私は起業の専門家ですってやって
ってるんだったら、その読者さんがどういう情報を求めてるのか、例えばね、僕とかだったらよく LINE でアンケート取るわけですよ。例えば商品設計について、もしくは SNS 集客について、もしくは営業について、この 1,2,3 のうちどれについて一番知りたいですか、ちょっと番号で教えてくれないみたいな感じでアンケート取ったりするわけですよね。っていう形でアンケート取った方がお客様からね、やっぱ返信をしてくれたりする。で、そこからコミュニケーションが生まれたりとか、お客さんの方から何かメッセージを送る、アクションをね、取ってもらうっていうことによって、お互いのね、そのいわゆるその距離感っていうのを縮めていくことができるんですね。で、結果的にお客さんパーソナルスペースに入ることができるから、お客さんも何か困ったことがあったら北野さんに個別相談しようとか、何か困ったことあったらちょっと問い合わせしてみようっていう形で、問い合わせもすごいやっぱ入りやすくないです。なので積極的にこういう形で、まあ、質問であったりとか疑問系とかね、あとはアンケートやっぱ取っていくっていう施策も、ね、非常に効果的なんで、ぜひね意識してみていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、今日はね、5つのポイント LINE 配信で、ね、お伝えさせていただきました。今日の動画少しでも参考になった方、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄からね、ぜひ LINE 登録いただいて、プレゼントもゲットしてみてください。それではね、今日の動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。